行きましょう、お姉様。アレイン様とこれからも戦うために。エルヘイムの全ての町の復興が完了しました。え、こんなイベントあったっけ。あれ、俺もしかしてドラケンガルドまだ終わってない？やっちまったかな。ここは任せろ。あれ、俺まだやってないか。今のイベント知らんぞ。じゃあ、はい、これ。この傷薬をちゃんと塗って今日はもう休むんだよ。クロエちゃんいい子。それと今後は無茶して訓練しないこと。ああ、そうするよ。なんていうか心配してくれてありがとな。ハンエルフね。いっぱい未だになれないわ、ハンエルフ。そのせっかくだからこの国の花で花占いをしようと思っただけよ。花占いですか？花びらを1枚ずつちぎるときに好き嫌いと交互に言って、最後の1枚のときに言った方が結果になる占いよ。なるほど。スカーレット様、申し上げにくいのですが、花は種類によって花びらの数が決まっていますから、同じ花で何度やろうとも同じ結果になるかと思いますよ。はい、どうも、マグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回はようやっと大陸海藻編いきたいと思います。納品が終わってないのでちょっと納品先やるか。あ、終わってんのか。違う、守護兵がいないんだった。じゃあ一番近いのはここか。ここから雇用していこう。ただ勲章7も使うの。まあ、いっか。いっぱいあるし。期待に応えます。力が湧いてくる。よし、これで2人。あれ、こうだったっけ。しっかりと守ります。はい、まず一つ。次はこれはまだダメだったんだっけか。あ、これもか。あー、ってことはじゃあ守護兵いっぱい必要。これ名前な、仲間何人仲間なんだこれ。治安維持は任せて。任せた。階層編だっつってのにこんなにしめんどくさいことをやらないといけないとは。今度は男の大馬さん。ありがたい。燃えてきたぜ。おお、熱血。これでどうだ。治安維持は任せろ。よし、こんな感じ。よし、任せた。うん、何をすればいいんだっけ。じゃあまずはこっから戻りますか。いや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 。というわけでようやっと始まりました、回想編。こういうところをね、ちょっとやり逃したのがないかどうか、そういうのも見ていくんですが、やり逃したといえば、私これもやり逃してますね。こっちが先かな。エルヘイム地図1個ずついきましょう。あ、4と5は今できるな。4と5だ。これ近いぞ。そしてここら辺だぞ多分。ここだ。ここじゃない？ここ。これ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 。あれ違うか。川が流れてて茨がある。川が流れてる。
こら辺川流れてないかい。これにを下っていくとありそうだな。押しちゃった。一番目から探さないと。あ、正解みたいね。あ、ここら辺川ある、川ある、ここだ。正解っていうのもやりながら行きましょう。どこだっけ次。次はね、5番目。あ、じゃあこれも先行くか。でもこれは分かりそうだね。もうすぐ行っちゃおう、すぐ。この上じゃない。ここら辺だろ。ほら、あったん。エルヘイム地図5。次はエルヘイム地図3。3はもうちょっと後か。2、1。 OK、 じゃあそれはそれでまたやっていくか。でケルベロスだったんだね。石板に関しても見なきゃダメか。石板ってここら辺にあるっけ。妖精ケルベロス死者ゴーレム。じゃあ次死者だ。これだね。でゴーレムと続くと、ゴーレム一番最後だ。じゃあとは順番に巡ればいいんじゃない。よし、というわけでじゃあ一個ずつ下がっていきましょう。もうあとはごゆるりと親密度を探しながら下っていきましょうかね。あ、そういえばこんなところにありましたね。この地下空域も見ていきました。でこっちも見ました。なので今度は下がりますって感じが。これはやったか。やってるね。あ、親密度がありそうです。あれ、なんか話しかけてないっぽいよ俺。ここ祖国の奪還もいいことばかりじゃない。失ったものだってある。だけど落ち込んじゃいないよ。エルフは気高いんだ。精霊の地に光が戻った。解放軍の皆さんのおかげだ。ここすり抜ける、すり抜ける。なんか前も言ったかも。ここはララノアとイシリオン。この二人に接点はあるの。ララノア、ゼノイラのやつに体を乗っ取られていたそうだな。過去あれだけ俺をしごいてきたあんたが無様なことだ。返す言葉もない。私も自害できるならしていたよ。張り合いがないな。術が解けてから丸くなったのか。何が言いたいんだイシリオン。気に入らないなら私を切ればいい。指定関係だと思ったんだけどちょっと違うのか。いや、俺はこんなことが言いたいわけじゃない。なぜ言い返さない。あれは術のせいであんたのせいじゃないだろう。非などないというのに。あんたが何かを改めるように変わったのが俺は腹立たしい。イシリオン、昔は私に散々悪態をついていたものだが、やはりお前は根が優しいな。苦しめられてなお自分の首を絞める様が見ていられないだけだ。昔のあんたに戻れないのか。今のあんたは主とその使命のために死に急いでいるように見える。悪いなイシリオン。それは昔からだ。私の命はロザリンデ様のもの。私は何も変わっていない。お前が案じるようなことは何もない。なら生きて証明しろ。あんたが死ぬのは主も望んでいない。ああ、分かっていると思う。なんかちょっとこの二人の関係性がちょっとつかめなかったね、今の会話だけだとね。なんか恋が芽生えるとかも全くなさそうだ し指定関係だとは思ってたんだけれども、なんだろうね、まだ打ち解けてないね。どこだ、どうやって入るんだ。そっちからか。
このイバラはなんだ、焼き払っちゃいけないのか。ことが済んだら焼き払ってくれるわ。ここはなんか親密度があったんですかね。で今ここまで来たと、一本道だからそのまま下っていけばいいか。別に何もない感じかい。ああほら、こうやって会話してない人がいるってのがさ、生きて帰ってこられたか。こたびの戦いは死を覚悟していたが、ありがとう人の子よ、君たちはエルヘイムの救世主だ。ほらまた話しかけてない。ロザリンデ様元気になったみたい。さっきあんたの顔見て笑ってたよ。あら、納品してないの。あ、そうだ、一箇所してない場所あったんだった。これで全部制覇かな。おお、なんという慈悲、感謝してもしきれませぬ。あなたはおいくつなのかしら。わあ、なんだ、わあ、なんか移動する移動する、わあ、なんか移動する移動する。あれ、こんなイベントあったっけ。思ったよりもずっと早くエルヘイムを復興できたわね。でもエルヘイムなんとか以来、この地がこれほど汚されたことはなかった。人間に降伏し、天津さえ死した者は屍の兵として扱われた。それでも日はまた昇り始めました。お姉様が彼を連れてきてくれたから。コルニアの王子アレイン、剣の身によらず大地にも尽くせる人。行きましょうお姉様、アレイン様とこれからも戦うために。エルヘイムの全ての町の復興が完了しました。え、こんなイベントあったっけ。あれ、俺もしかしてドラケンガルドまだ終わってない、やっちまったかな。ここは任せろ。あれ、俺まだやってないか。今のイベント知らんぞ、やっちまったか俺。え、俺エルヘイム終わってない。あ、違う、ドラケン終わってない。あ、だからこれが終わってないから終わってないよ。そういうことだ。え、でも前回のレベルで勝てたんだ。じゃあいけたんじゃね本当は。ロザリンデとララノアの会話イベント。四六時中ついてくれていたあなたがいない。そんな日々は何とも奇妙な時間だったわ。エルトリンデやイシリオンとも長いこと離れていたし、ずっと一人だったのか。あれだけ一人の時間を過ごしたのは本当に何十年ぶりだったのかしらね。申し訳ありません、ロザリンデ様、長きにわたりお一人にさせてしまい。謝らないで、責めようと思って言ってるわけじゃないのよ。あなたがいなくて寂しかったと言っているの。それにどうせあなたは私を守るため自らおとりにでもなったんでしょ。当然です、あなたをお守りするためなら手段は選びません。ああ、あのまま敵が私を始末してくれていれば、ロザリンデ様に刃を向けることもなかったというのに。なんてこと言うのよ、私はあなたが無事で安心したっていうのに。護衛に戻れて嬉しいとか、もっとそういうこと言いなさい。それはもちろんです、あなたのおそばが私の居場所ですから。おそばを離れたこと、刃を向けたこと、一生かけて背負っていきます。うん、あなたの気真面目にも困ったものね。え、じゃあユニット外すなんて。逆に外す。こっからどっちに行ったんだっけ。あ、南に下がると袋小路かな。もうこっからは多分先長かったような気がする。でこれが1番目だよね、妖精で。これもやったと。あれ、どうやって取るの。おりゃ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 
あれどうやって取るんだ。後ろから入れるナイフ。はい、というわけでじゃあこれで一旦カットしますか。よし、じゃあ一旦カット。はい、じゃあ今度はこっちに進んでいきましょうか。あ、そういえば前回あれか、俺聖書行かなかったね。エルヘイム聖書行かなかったわ。ちょっと戻るか。なんか行ったり来たり行ったり来たり。どこだっけ。まあ何にもないのかな。なんもないみたい。あ、じゃあいいや。今俺どこまで来たんだっけ。ここっつったんだっけ。んで、こっから結構分かれてんだよね、道がね。なのでこっから下に向かいますか。まずちょっとこっち側に進んで、ここに来て、でここに来て、もう上はないんだね。でこうなったと。そうだね、これでぐるっと回る。でここにガラノアがいたと。ここから取る、ここから取る。あら違うんだ。で闇商人もここにおると。これなんだっけ。あ、なんでしょうって。風紋だっけ。これは結局まだわかんないんだ。なんだろうね。でこっちから行くとあれ取れんのかな。そういうことみたい。でこっからじゃあ南に行っちゃっていいかな。はいはい、失礼失礼。またと触ってないの発見しちゃった。金の砂時計、アイテムは逃しませんよ。ってことは残党すらもう残ってませんね。で今度はこっち行きましょうか。え、上の方になんかあるんだね。でここら辺はもう全部見たでしょ。あ、でここでお城があったんだ。そうだそうだ、なんか地面浮島みたいなのがね、ボーンと倒すと出てきて、これこれこれが出てきてってのをやったわ。そういえば今はもう別に何もない。親密度とかここら辺にありそうだったんだがないんだな。ないんすね。ここら辺の宿屋ももう一回食べるかい。いらっしゃい、何か食べていきます。じゃあ今度はまたいろいろ分かれて食べよっか。もしじゃあどうしよっかな。ストロベリーだからこれも女の子か。サバサバ系女の子とミコはやったでしょ。じゃあ残念ながらそれ以外の子。よし、じゃあ女戦士系でご飯食べる。あ、でも2人しか食べれない。こっちに女戦士みたいなのがいなかったか。そういえばカラドミア、よしこの二人だ。きっと気に入るよ。仲良くなる。ここ、これはうまいね。これも食いな、力つくよ。いやうまかったね。海の幸のパエリア。でこっちも誰で食べるかい。それこそ前回食べなかった子たちだけで組ましたいわけよ。全然出番ないわ。ニーナちゃん、キトラちゃん、あとちょっとこうあのエルフの中でもさ、半エルフだった子、こういう子だけで組まして食べようか。
歩で言うと昼だか。ほら全員接点のない子たちだけでご飯を。これは感動だ。いただこう。遠慮は良くないです、うんうん、毎日こんな食事がいいな。なんかめちゃめちゃ親密度上がったけど。で最後は野郎どもだけで食べるか。よし、じゃあ野郎どもだけで鍋焼きドリアを、こんなおしゃれなのをやっぱ若手が食べよう。若手に食べさせよう。若手砂の地域の若手は誰だ。グロスタか。エルフの若手はリナラゴスとイシリオンか。あと他に真面目そうな若手、マゼランも真面目そう。きっと気に入るよ。いただきましょう。いけるな。しっかりと食べましょう。いい食事を取れました、うん、あまり接点のない者同士で食べてみました、まあ、こういうのもちょっと入れていこうかね。はい、次。で今度はここから下がっていきましょう。なんか一人でそんなところに。あと石橋も直したいしね。で今どこまで来た。ここまで来た。よし、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりで大変ですが、今度は何。3番はどこ。あれ、俺さっき行った場所じゃない。これこれさっき行ったな。これこれ確実にさっき行った場所だよ。こっから行くやつじゃなかったっけ。あ、違うな。ここら辺じゃないの。これほら、あ、当たった。さっき行った場所だった。やっぱり。はい、エルヘイム地図ゲット。で次は2番か。2番も今いる場所か。城の後ろだな。こっから行った方が近いか。まさにここじゃない。違うか。海はないのか。これの下かな。あ、あれだ。今のこの隣のこれだ。これ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 だね。あらたー、エルヘイム地図に順調。今回迷わないね。これはまだもうちょっと遠いと。よし、じゃあこれでちょうどいいや。次はじゃあ南へ行く。そうね、なんか上行ったり下行ったり結構歩かされてるよね。どっちが先なのかもなんだかわからないまま。わお、親密度。イシリオンとリナラゴス、この二人に接点はあんの。イシリオン、白エルフと黒エルフ。リナ、なんだこの手は。頭を撫でるな。え、あ、そういう感じ。見ないうちに大きくなったものだな。やんちゃだったお前が感慨深いぞ。ところでもうリナ兄さんとは呼んでくれないのか。いつの話をしている。ガキ扱いするな。そうだな、本当に立派になった。あ、年上だったんだ。今日も戦場でお前を見かけたが、剣の腕前だけで言えば私よりも上だろうな。何、本当か。ああ、お前の容赦ない剣さばきを見て確信したよ。幼い頃は精霊に向かっていたずらに木の棒を振り回していた坊やがな。またそうやって。これだけ上達するなら教えたのが弓でなくて正解だった。弓じゃあんたを超えられる気がしなかったからな。戦場に並び立つならあんたより劣っているようじゃダメだと思った。
巫女の前であんたに守られるなんてかっこ悪いのはごめんだしな。本当にたくましくなったな。うん、当然だ。あんたに鍛えられたんだからな。どっちも師匠か。お前のような剣士がそばにいるロザリンデ様も鼻が高いだろう。なんかちょっとエルフのさ、この上下関係的なものがさ、なかなか見えてこないね。どっちが上でどっちが下か、なんかちょっと見た目で年齢が把握できない。次はリディエルとクロエ。あ、この二人も仲良くなったよね、今回で。クロエちゃんがいなかったらこの子も仲間にならなかった。こんな時間まで訓練、そろそろ休んだ方がいいよ。アレン王子は私の解放軍への参加を認めてくれた。ゼノイラに情報を売ってた私が認められるには武勲を立てないと。だからって無茶をするのは違う。自分の体も大事にしないとダメだよ。うるさいな。リディエル、ちょっと手を見せて。やっぱり血豆だらけじゃない、ね、エルフも血豆が。弓を握る時も痛みが走るはず。このまま訓練するなんて無茶だよ。そんくらい我慢しないとダメなんだ。じゃないと認めてもらえない。はあ、リディエル間違ってる。そんな無茶していざという時弓引けなかったらどうするの。そのせいで仲間をアレン王子を危険にさらすことになったら、それこそ本末転倒だよ。それはリディエル、お母さんも今のあなたを見たらきっと心配すると思う。だからあんまり無茶はしないで。そうだね、自分でも焦ってるのは分かってた。母さんもきっとクロエと同じことを言うと思う。じゃあはい、これこの傷薬をちゃんと塗って今日はもう休むんだよ。クロエちゃんいい子。それと今後は無茶して訓練しないこと。ああ、そうするよ。なんていうか心配してくれてありがとな。半エルフね。いっぱい未だになれないわ、半エルフ。いいね、クロエちゃんがいいキャラになってるよね、やっぱりね。外せなくなっちゃったよ。で、ここはもういいだったよね。で、下まで来て、ここ。この船もなんだかよくわかんなかったね。どこまで来た？よし、じゃあ右まで行って行き止まりになるところまで行こうか。これなんだったっけ？入れないのか。こっから右に行って、ここもね、何にもないんだよね。なんもないことはない。ほら、取り逃し！天使ちゃんの大事なもの。で、ここまでで終わり。あの船、あの橋、直す意味があんまりなくなってきちゃったんだけど、直してあげるか。よし、じゃあ、ここで一旦カット。よし、今度はこのまま上まで上がっていきましょうか。で、こっちに進むか、今度はね。ちょっと、順番、遡れなくなっちゃったけど。ここの雇用はどうだい？終わっちゃってるのか。あ、でもここら辺結構5と7か。これは今後のためにここ傭兵にできるね。で、ここも全部見て回ったよね。確認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 。ん？もしかしてここら辺か？どうだ？もうちょっと上か。じゃあ違うね。でも近いぞ。ここら辺か。ここら辺っぽいな。あったー。はい、これで完成。エルヘイム地図全部クリアー。よし、あとは石板か。石板ここにあるぞ。ゴーレムは最後なんだよな。こっちが先か。お、でも親密度がある。これ先エルトリンデとスカーレット。スカーレットですか。
ちょっと最近出番なかったから、あれ今私のこと好き嫌い好き嫌い何やってんだ。あー、どうして何でやっても嫌いになるのかしら。我が国の花を一心不乱にちぎり捨て、一体何をされているのですか。ちょっと怒ってる。キャーエルトリンデ、そのせっかくだからこの国の花で花占いをしようと思っただけよ。花占いですか。花びらを1枚ずつちぎるときに好き嫌いと交互に言って、最後の1枚のときに言った方が結果になる占いよ。なるほど。スカーレット様、申し上げにくいのですが、花は種類によって花びらの数が決まっていますから、同じ花で何度やろうとも同じ結果になるかと思いますよ。ですからいい結果を得たい場合は必ず好きで終わる花、つまり花びらが奇数のものを選ぶと良いということです。頭が良かった。メルトリーンで本気で言ってるの。初めから結果が分かっていたら占いの意味がないじゃない。それはその通りですが、あなたはいい結果を得るために花占いをしていたのでは。それで悪い結果が出てはおつらいでしょう。もしくは占い自体に意味を見出しているのなら、悪い結果だとしても落ち込む必要はありません。もう夢のないことばっかり。エルトリンで、あ、そう思うならあなたもやってみたらいいわ。はい、あなたもコルニアの花だったら枚数はわからないでしょ。わかりました。確かに経験もなしに口を挟んではいけませんね。同じことやってる。アレイン様は私のことが好き嫌い好き、ちょ、アレインで占うの。嫌い好き嫌い好き嫌、ああ悪いと分かってなかったことにするなんてダメよ。花びらの数は偶数。スカーレット様、分かっていて私に渡されたのですか。そういうわけじゃないわ、たまたまよ。でも今ので分かったでしょ。占いとはいえ嫌いが出ると辛いの。そうですね、アレイン様との中に特に不安などありませんでしたが、占いの結果を見て先行きが不安になってきました。奇数の花を探して好きの結果を得られるまで安堵などできません。ちょっとエルトリンで、もう占いの趣旨が変わっちゃってるわよ。意外とエルトリンデの方が頭がいい。でこれが最後なんだな。これがゴーレム。これはやっちゃダメ。でここをぐーっと行くと、でここあれだったんだよね、途中からなんか進んじゃダメみたいなのが結構あって、結局どっちに進んだらいいのかややこしかったね、ここら辺ね。そう、ここもまた進めないみたいな感じでね、なんか二手に分かれておきながら結局片っぽ、うん、何も忘れ物はなさそうやね。今私は回想しながら忘れ物編をやっているところですね。いろんなところに忘れ物がないかのチェックでございますよ。そしてこういうところで親密度があったりするから戻っております。今のところないですね。この辺は海ですからね。そして今回これ結構あっさりだったね。もうやんない。でここか。これで3番目と正解みたいね。はい、というわけでこれで、じゃあ全部見て回りましたか。忘れ物の類はなさそうですね。でここで合体したかな。そうだね、これで合体か。そうだね、一周しました。じゃあ戻ります。で次はここに戻ってきて石板と、これで石板もクリアとなりました。ゴーレムが書いてあるわ。4番目ね。
というわけで石板もクリア。オーソーエルヘリム、弓だからやっぱりエルフちゃんに渡すか。おお、いきなり戻った。危ねえ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 。迷いの森は一瞬で終わるみたいですね。そしてこっからじゃなくてこっから行けますか。そうか、ここら辺は分かってないのか、遠すぎて。一応もう終わったよ、戦争は終わったよ。そういうことですよね。あ、天使ちゃんがおる。ここら辺はまあ別になんもないか。なんかアイテムいっぱい変えられるかい。今のところ32個。ただあんまり欲しいってものもないんだよね。ホーリーガード、あ、もう何、最後まで行っちゃってんだ。武具の性能を極限まで高めることができる。グランバリス、トリニティレイン、なんかかっこいい。猫耳フード、敵全体に魔法攻撃。やべ、これは見たい。サウザンドセプター買っちゃう。あ、もうなくなっちゃった。で、ここで橋をまだ直してないんだけど、橋はどうなったい。モルドンは呼ばない。フェルライト石が足りない。あ、そう、今何個足りない。じゃあ採掘するか。この間はね、木だからね、あの取ることできなかったんだけど、採掘で石ならいけんじゃない。フェルライト石あと3個。フェルカイト石でいいんだっけ。じゃあモルドンも呼んであげる。フェルカイト石が30個。 OK。 じゃあこれはちょっともう今さらっと取ってきちゃおう。これでじゃあ全部クリアだね。ここで多分出てこないかな。1回ぐらいやれば終わんじゃない。よし、じゃあちょっと一旦カット。1回で終わらない可能性も。はい、じゃあこれはもう出るところだけやるかい、それともカットするかい。採掘開始。3つでいいんだよな、3つで。よいしょ。いや、銀鉱石今いらないんだ。銀鉱石いらないんだ今。じゃあこれで大丈夫かな。フェルカイト石手に入ったし。フェルカイト石4個。銀鉱石ばっかりで参っちゃったね。よし、これでじゃあ大丈夫だね。よし、いよいよ最後でございます。作ってなんだってわけでもないんだろうけど、はい、じゃあキトラちゃん作って。橋の修復完了してよ。これで渡れるね。まあ、渡る必要ないんだ。勲章10個もらえるならやる。よし、これでクリアと。もうあとは用はないということでね。よし、これでじゃあ本当にエルヘイム編全クリということになりました。
よし、じゃあ行きますか。ただちょっと今回尺がそんなにあったわけじゃないな。あ、じゃあ親密度チェック探すかい。あ、クロエちゃんとありそうだね。スットの町。あ、コルニアなんだ。あ、結構あるよ。アレインとの関係、ほら。よし、じゃあ残り時間で親密度チェックいきますか。じゃあアレインだけ行くか。あ、場所移動できるんだこのまま。あ、これは便利。アレインとクロエちゃん。はあ、王子どうされたのですか。あ、すまない、大したことじゃないんだ。深刻そうなため息でしたが、いや、なんだか今の話し方に慣れなくて。ジョセフから指導者としての立ち振る舞いは教わったけど、出会った頃は王子であることも秘密にされてましたものね。話し方も可愛らしくて覚えてますよ。難しいよ、自分でも強がって話してるようにしか見えないし。では私相手に練習してください。それじゃあクロエには悪いけど、ちょっと付き合ってもらおうかな。早速言い直してみてください。ではクロエには悪いが、少し付き合ってもらおう。凛としてていいですね。本当かな。本当です。でもたまには昔の話し方でお話ししてくださいね。ありがとう、助かるよ。やっぱクロエちゃんが必要だ。はい、次、ジョセフとの会話は別にいいかな。別にいいかな、ジョセフは。いや、そう。う、殿下。情けないところを見せてすまない。これから休むところだ、心配しないでくれ。しかし殿下、お手のその地図と兵法書は。皆に頼ってばかりではダメだ。俺がしっかりしなければ。いけません、今日はもう何もせず天幕へ。だが俺に代わりはいない。アレイン殿下、今私は解放軍の参謀としてではなく、イレニア様からあなたをお預かりした養父として話しております。あなたに無理をしてほしくない。あなたの苦しむお顔は見たくないのです。ジョセフ、わかった、天幕へ連れて行ってくれ。ええ、私におつかまりください。寒くはないですか。ああ、こうしていると子供の頃に戻ったみたいだ。殿下はご立派になりました。幼かった殿下が、あの頃から随分背丈も伸び、今では解放軍の総督。十分すぎる頑張りです。今日は何も心配せずお眠りください。ジョセフ、ありがとう。殿下も寝顔はまだ幼い子供のようだな。養父などと言うべきではなかった。私は王の剣なのだ。大丈夫、その時はそっとバファリンを用意してくれれば。バファリンさえあればアレイン王子は助かる。そうなのか。ロルフはなんだかんだ言ってずっと使ってるし。ああ、初めて出会った場所にいるんだね。最初に仲間にしたのがロルフかな。この距離から鳥を撃ち落としたのか。すごい腕前だな。それほどのことではありません。以前は漁師をしておりましたので。ところで王子、鳥とイノシシの肉はどちらがお好みですか。好き嫌いはないからな。どちらも好きだよ。それでは困ります。鳥かイノシシかお決めください。え、なんでそんなに。ロルフが決めてくれ。
食料調達を頼まれたのですが、献立を考えているうちには頭が痛くなって。そうか、じゃあさっき打った鳥にしよう。よかった、ありがとうございます。食料調達できた？料理は俺に任せてくれよ。やめて。オーケー。ああ、鳥を持って帰ろう。よし、じゃあロルフ、煮るのと焼くのどっちがいい？む、それは難しい問題だな。答えるのは明日でもいいか。意外と繊細だな。今日の夕飯なんだけど。バファリンが必要だったのはロルフだったみたいですね。アレインもまさか牛がいいとは言えなかったね今ね。鳥かイノシシかしかいなかったんだね。ヤーナ様、ヤーナは昔コルニアで宮廷魔術師をしていたんだったな。そうだね、王子が生まれる前の話だけど。宮廷魔術師の仕事はどんなことをする？城に結界を張るとか薬を作るとか、若い魔術師の指導が基本だね。あとは王に仕える者たちの相談役にもなってたよ。騎士の悩みを聞いたり、まじないをかけたりだね。騎士の悩みか。どんなことを聞いたんだ？そうだね、人に武器を向けるのが怖いという騎士がそれなりにいたよ。当時のコルニアはドラケンガルドと睨み合ってたからね。だから戦いの時は恐怖を和らげるまじないをかけることもあった。まじない、それがあればおじけづいて危機に瀕することも防げそうだな。ああ、有用ではあるんだけどね。度が過ぎると感情をなくしたようになってしまうのが難点なんだ。恐怖を消した騎士は強いが、心が欠けてしまう。ゼノイラの支配が及ぶ今、より扱いに注意しなければと思うよ。ヤーナはそうやって気を配りながら騎士たちを支えてきたんだな。ヤーナがかけるまじないなら俺は安心して受け入れられるよ。そう、まあ怖くてどうしようもなくなった時は私に言いなさい。王子を心を壊さないような優しいまじないをかけてあげる。よし、ちょっと長そうだからアレインだけにしよう。その後はなんかオープニングに混ぜるべか。アラミス、え、なんでコルニアの方であるんだろう。傭兵を続けるという意思は変わらないんだな。王家に戻る気はない。解放軍の役割が終わったとしてもな。アラミスは王族から傭兵になった時苦労しなかったか。苦労か、今のギルベルトほどではないがな。初めの頃は身分を隠すのに難儀したさ。私は幼少の頃から指南役に王族としての剣術を叩き込まれた。それが露見しないよう学びは捨て、代わりに他の傭兵の剣技をよく真似た。あとはそうだな、剣が安物で扱いづらかったよ。だが次第に手に馴染んだ。その感覚が私が王でなくても良いとそう証明しているように感じさせた。ただの合理化だ。それで罪の意識から逃れようとした。素朴な剣を握るたび、なぜ私はまだ生きているのかと自問した。何も救えなかった。それでも死が答えではないと思いとどまれた。それは弟がまだ生きていたからだ。そして弟に協力して城を奪還できた。君には感謝している。ギルベルトはあなたを慕っている。王としても家族としても。きっと何者でもないアラミスだとしても。私はこれまで通り生きていく。どこにいようと、国と弟のために。かっこいいね。ここにはあれだな、バファリンはいらなさそうだ。何の話。すぐそこに親密度がある。ついでだからアレインじゃなくても行っちゃう。兄弟イベント、ギルベルト兄上、なぜここに。王が闇夜に一人とは、何かあったらどうする気かと思うてな。王の心配か。まい、すぐに戻るつもりだ。
お前は何かあるといつもここへ来ていたな。よく覚えているな。お前のことなら何でも覚えている。父上のマントを羽織って駆け回り、叱られた時もここで泣いていただろう。ああ、あの時は兄上がかばってくれて二人で怒られたのだったな。子供心に一度でいいから羽織ってみたかったんだ。あの頃は俺がこのマントを背負うことになるなんて思いもしなかったが、本当にいろいろなことがありすぎた。兄上がいなくなってから。そうだな。なあ兄上、俺は兄上と離れている間に多くを忘れてしまった。兄上の好きだった歌詞の名や読み聞かせてくれた本の話も。俺たちが解放軍にいる間、戦がないとき、ほんの少しでもいい。二人でまた子供の頃のように話がしたい。ああ、いくらでも。この兄弟も大丈夫。バファリンはいらない。もうダメだ、今日は。今日はダメだ。俺が飲んだ方がいいみたいだ。まだあるの、アレイン。ちょっと今日長くない？あ、ギルベルトともあるんだ。どこ？あー、下にあるわ。なんか違った。アレインじゃなかった。トラビス、あんたこんな怪我どうして？姉貴の鎧を狙ってる輩がいたんだよ。二度と狙おうなんて思わねえように叩きのめしてやったが、いいの食らっちまってこのざまだ。なんで一人で行ったんだ。そんなことは自分で始末をつける。いや、お姉ちゃんだと危ない。どうして私じゃなくてあんたが。ふん、俺の気持ちが分かったかよ姉貴。あんたまさか。別にわざと怪我したわけじゃないけど姉貴、嫌でたまらないだろ。たった一人の家族が勝手に突っ走って怪我して帰ってくんのはよ、自分の無力さが嫌になって苦しいんだ。ま、俺も姉貴の気持ちが分かっちまったけどな。姉貴が傷つくより俺がこうやって傷つく方がずっとマシだった。トラビス、悪かったよ。私はずっとあんたにこんな思いをさせてたんだね。姉貴にそんな顔させたかったわけじゃないけど、分かってくれたんならもうあんな真似はするなよな。クソ、私は。私はあんたを遠ざけて守った気でいるだけだったんだな。この姉妹も一緒のチームにしてあげてる。アレインとギルベルト王子はどこ？近くにないの？これか？ここでした。遠いじゃん、思ったより。俺たちと一緒に来てよかったのか？無論だ。我が進化は皆優秀。私がいなくてもうまく国政を回してくれているだろう。それに解放軍には返しきれぬほどの恩を受けた。ここにいるのは私自身の意志だ。俺はただ前に進んでいるだけだ。恩だなんて。フェブリス解放という大義を掲げてはいるが、俺はまだ母上の仇を討つことにしか目を向けられていない気がしている。お前はそう思っているのかもしれんが、そうであれば解放軍はドラケンガルドに来てはいまい。アレイン、お前の行動は多くの人を救い希望を与えている。私もその一人だ。解放軍増強のためドラケンガルドの力を借りる、そんな考えが俺にはあったのかもしれない。その考えの何が悪いというのだ。それで救われた者が大勢いるのだぞ。お前たちがドラケンガルドに足を運び解放に尽力したのは紛れもない事実。お前が復讐に囚われているだけならば周りの助言なぞ聞かなかっただろう。それこそ他国には目もくれず突き進んでいたのではないか。この戦争が終わればお前は王になる。疲弊したコルニアを立て直し導いていかねばならん。ドラゲンガルドとコルニアは父上の代でも互いに睨み合っていた。
その関係をお前と共に修復したいと私は思っている。もちろん私も尽力するつもりだ。公爵を垂れてしまったな。忘れてくれ。ゼノイラ支配を解いた後、フェブリスのコルニアの未来か。大きな話になりました。弟ちゃんやっぱり優秀かもしれないね。まだあるかしら。なかった。よし、じゃあこれでようやっとおしまい。ただちょっと尺余ってるんで、どうせならこれやるか。港町クラーニヒ解放戦、これをやってドラケンガルドも完全制覇して次の大陸に進もうかなと思います。はい、というわけで一旦カット。よし、まあレベル30クリアしたアレインですから24ぐらいちょちょいのちょいということで、サクッと倒しちゃう。解放戦、これでドラケンガルド完全制覇。こっちが2番目だったのに最後になっちゃったね。なんか申し訳ねえ、これ忘れてたんだ。まあ後ででいっかっつって飛ばしたんだったな。ただ同じぐらいの実力差、そして相手はソードマンだからフォドリックで盾出撃します。で、空飛んで、いや、まあやっぱりここは砂漠ですからね。行きます。お任せください。向かいます。いつものお姫様行ってもらおうか。そしてヒルダ隊出撃するぞ。指示を頼む。こっちも王子様に行ってもらいましょうか。了解。この場所は危険です。危険なの？どう出るべきか。進軍します。こんな感じ。次はどうされますか？あ、当たっちゃった。あ、相手になろう。空中にいるから大丈夫かと思っちゃった。いや、このアシスト魔法を食らいたくないから飛んでたのに。ソードマンにぶつかっちった。ライトニングシェイカー。こんな技知らないだろう。こんな乱舞知らないだろう。攻勢に転じる。まだ上級職ついてないよ。当たり切った。おとなしくしていろ。はあ、王子を回復してあげてくれ。相手にならんな。私の勝ちだ。私が行こう。任せておけ。我こそ何のためにホドリック出したんだか。出ます。また当たるかこれ。容赦しません。バラキシ隊。この世界はあなたたち強いでしょ。うりゃ全部クリティカル。まだレベル上がるのかあんたたちは。どこまで強くなるのだ。これでよりお役に立てますね。チャージアクト。甘く見ないでくださいね。まだまだ強くなる。はい、さあ行くか。了解。ご指示を。ぶつかってない？大丈夫？我が槍の錆となれ。まあ、魔法はちょっと食らっちゃうかな。27は食らいすぎ。心を燃やせ。どけどけ。はい、2枚抜き。見せて。触れさせません。そこ。あ、やべえ、立ち穴が食らっちゃうからロングスラストきついな。力を示して。私が盾に。貫け。
ありがとう。気をつけて。共に戦い。ヒールもクリティカルがあるんだ。成敗。養生なさい。はい、全回復。そうです。やるしかねえぜ。はい、3桁3、アク77。タチアナがレベルアップ。より多くを救うため。この子意外とずっと使われ続けている。だいぶ意外な感じ。いて。我こそは堅牢なる盾。堅牢なる盾いらないわ。進軍します。到着だ。私が行こう。任せておけ。で、砂漠ドラケンガルドでやってんだからドラケンガルドの兵士が行った方がいいね。なので砂漠隊行ってこい。仲間は一人も失わねえ。分かったよ。来い。王子様も直々に港町解放戦に参加。町の人びっくりしてやる。圧を高めよ。それも兄弟揃ってきてるわけだからね。最前線で回復します。いや、王子先だってば。燃えよ。炎上。許すわけにはいかん。どうだ。おお、そんな技があった。王子を先に。負ける気がしないな。飛竜と共に強くなろう。まだまだ高みには遠いな。当然の結果だ。強い。指示を頼む。了解。どこへでもひとっ飛びですよ。ヘビースイングでここら辺全部開ける。ボコ。仕方ねえな。任せとけって。一時退却します。これで戦況が優位になるはずだ。よし、これで妹ちゃんの部隊が戦ってなんとかしましょう。あ、お前もそれ吹けんの。それ何なの。うわ強っ。ワイドブレイカー。当たらんのね。結局こっちが当たる。生き残れたね。さあどんな問題。指示をくれ。え、妹ちゃん勝てるけどボコボコにされるけど。わかったよ。仲間は一人も失わねえ。リキッドラック使っちゃう。威勢だけ良くても勝てないぜ。でもこんなに俺負ける。生き残りそうだけどこんなにやられる。いや、これ何なんだから。パプー。やっちゃって。あ、向こうのが先なんだ攻撃。それ。ギャー、妹ちゃん力を。あ、向こうのが先に攻撃するからだ。いきなり2枚抜きされてんだ。え、これでなんで勝てるんだうち。いや、めっちゃ食らってるけど。立て直す。回復されてるけど。これがすごいな。まだ終わんねえ。ここまでか。え、これでどうやって勝つんだ。無念よ。あ、この人攻撃するたびに AP 増えてる。貫け。なんだと。うりゃ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 。これで増えるんだ。ほら AP 増えてんだ。行くぜ。すげえ、よく勝ったな。マゼランがすごい。よく勝ったよ本当に。もっと腕を磨かねば。そうだね、デモントレード。え、悪魔と契約するのかな。文句ねえだろ。私もまだまだいけそうだ。
さらに強くなっちまったな。これが砂漠隊もまだまだ強くなってくる。砂漠の民の意地ってやつさ。危なかったけどね、今2枚抜きされてるんだから。2対0で負けてるところから4対2で勝った試合みたいな感じになってるね。はい、解放戦クリアー。ワインもろた。町を解放してくれたのか、感謝するよ。あれ、別に何のイベントもなかった。バストリアスと交易してたんですよ。あ、寒いんだ。寒すぎて雪国へ向かう人は少なかったそうですが、あのゼノイラの女、アデリーナだろ。よく町の酒場で愚痴ってたぜ。俺は嫌いじゃなかったな。アデリーナ、誰それ。この町を統治していたゼノイラ軍の指揮ですが、すごく有能なのに、要所とはいえなぜこんな辺境に送られたのでしょう。そんな優秀だったん？なんかそこの下にも人いる？お姉ちゃんはエルヘイムっていう国に行きたがってるの。そこは緑やお花でいっぱいで争いのない夢のような国なんだって。行ってきたよ。戦争なんてくだらないわね。山には木が、川には水が、大地には土があって、そこに言葉も知恵も命もあるのに、それ以上何を求めて人を争うのかしら。すごいわね。哲学がすごいわね。これどうやったらもらえるのかしらね。あとこれ全部納品すれば OK か。納品したら全クリかい？どうだい？港は軍と軍の板挟みでさ、行き着く島もありゃしない。あんたたちの支援のおかげで復興できた。ありがとうな。さあこれでさっきと同じふわーんって動く画面になるね。そうか、俺これをやってなかったからな。遅くなりました。これでドラケンガルドも全制覇。瓦礫、廃屋、疫病の揃った辺境の地、それが過去のものとなりつつある。民はもちろん解放軍のおかげだ。コルニアとドラケンガルドは昔から争ってばかりだったが、アレイにはそのあたりのわだかまりがないからな。この戦いは両国の関係を見つめ直す機会にもなるだろう。そうだな。だが全ては世界を取り戻してからだ。世界を取り戻す戦い、それに私も参戦できたこと嬉しく思う。誓っていざ決戦の折には我が国の精鋭も駆けつけさせよう。ドラケンガルド全ての町の復興完了しました。2番目だったのに3番目。守護兵がいない。近くに傭兵さんはいませんか？なんか妖精さんみたいな言い方。それじゃあ今回はこれで終わりましょうかね。あー、この子にしよう。期待しないでよ。というわけで、これでひとまずクリアとなりました。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。というわけで、じゃあこれでね、守護兵配置、違う配置、頑張ってみる。いや、頑張ってくれ。これで、今ドラケンガルド、エルヘイム、どちらも終わりました。というわけで次回からこちらバストリアスという雪国のようですね、こちらに進んでいきたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。まだあと2つも大陸あるのよ。まだまだ終わらんよ。